こんにちは、葉月ひまりです。今回はクリスマスのコスプレメイクをしてみました。ぜひ最後までご覧ください。今回はベースメイクが終わっているので眉毛から描いていきます。眉毛はエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウで描いていきます。形はね、普段毎日メイクでしているようなものとあんまり変わらなくて、自分の眉毛の足らないところを埋めていくような感じで描いてみました。次にケイトの 3D アイブロウマスカラで眉毛の色を整えていきます。メイクするときはね、やっぱり眉マスカラは必需品なんじゃないかなというぐらいメイクの統一感が出ます。次にノーズシャドウを描くんですけど、こちらのタルトパレットの右から2番目左から2番目かの色を使ってノーズシャドウを描いていきます。ベースメイクの時点でね、ノーズシャドウを描いてたんですけど、今回コスプレメイクということでもうちょっとねメイク濃いくなるなと思ったので、ノーズシャドウも追加で足してみました。ノーズシャドウをかけ終わったら、人中短く見せるために口周りや鼻の下に影を入れていきます。ちょっとミスってヒゲみたいに見えるけど気にしないでください。今回アイシャドウはヴィーナスマーブルのリアルスティックを使用していきます。まず最初に右上の一番薄い色をアイホール全体に塗っていきます。グラデーションを意識しながらまぶたの上の方にぼかしていってください。次に一番下の真ん中の色をまぶたの両サイドに陰影を描くように描いていきます。まぶたに深みを出すために目尻にも同じ色をのせていきます。次にこちらの真ん中のラメを手に取ってまぶたの中心から両サイドに広げて塗っていきます。このラメめっちゃ綺麗じゃないですか。これをね、目頭と涙袋にも塗っていきます。今回はね、もう少しザクザクなラメをのせたいので、こちらの右下のラメを筆に取ってポンポンポンとのせるような感じで塗っていきます。このラメがまたザクザクでめっちゃ可愛いんですよ。遠くから見てもね、目がキラキラしてるので、すごいね華やかになるんじゃないかなと思います。次に右端真ん中の赤色で涙袋の線を描いていきます。涙袋の線を描いたら目尻3分の1にも同じ色をのせていきます。クリスマスといえば赤色なので、今回はねアイラインの部分にも下地としてこちらの同じ色を塗っていきます。アイラインをね引くような感じでいつも通り塗っていってみてください。次にキャンメイクのクリーミータッチライナーでまつげの間と粘膜の部分を塗っていきます。まつげの間を埋めると一気に目力がパッてなるので、私はね必須です。あと目頭も引いていきます。今回は下の方まで。ルミアグラスのルージュバーガンディでアイラインを引いていきます。クリスマスなのでカラーライナーでしたっけをした方が可愛いかなと思ったので、今回はこちらの色を選んでみました。目尻もねがっつりと引いていきます。ジューシーのアイライナーの白色のアイライナーですねをさっき引いたアイラインを囲むように塗っていきます。この組み合わせめっちゃクリスマスっぽくて可愛くないですか。これお気に入り部分です。マスカラを塗っていくので、ビューラーでしっかりとまつげを上げていってください。ビューラーが終わったら、ケイトのこれはマスカラ下地かなを使ってまつげのこのカールをね固めていきます。これは繊維も入ってる下地なので、マスカラ塗るときにボリュームがね出るので結構おすすめです。マスカラはホリカホリカのこちらのマスカラを使用していきます。
このマスカラはブラシが細くて細かいまつげとかもねキャッチして伸ばしてボリュームも足してくれるので、最近めっちゃお気に入りで毎日使ってます。下まつげとかねめちゃくちゃ塗りやすいの。これホリカホリカの05番のリップを中央に塗ってから、外側にポンポンポンと伸ばして塗っていきます。このリップもめっちゃふんわりした唇に仕上げてくれて、このなんていうのか質感が好きすぎて、最近毎日メイクでもずっと使ってます。次に 3CE のパレットのこちらの4色を混ぜてチークを塗っていきます。私はこんな感じで全体的にメイクを見て、チークとかはねアイシャドウで合わせたりすることが多いです。全部ね同じような感じの色味をつけるとメイクに統一感が出るので、こんな感じで可愛くないですか？どうかな。今回はトナカイさんっぽくしたいので、鼻と顎と目の周りって言ったらいいのかなにも塗っていきます。ハイライトはファーシーズのハイライトを使用していきます。いつもはこのハイライトを筆に取って塗るんですけど、今回はちょっとねハイライトを強めにしたかったので手に取って塗っていってます。コスプレメイクなのでやりすぎかなってくらいの量でも塗っちゃっていいんじゃないかなと思います。最後にメイクをねもっと派手に見せたいので、このダイソーで買ったパールのシールをね頬の部分にのせていきます。これ1列全部つながってるタイプのシールやから切るのちょっとめんどくさいんですけど、まあハサミでプチって切ったらすぐ貼れるのでぜひ真似してみてください。でこんな感じでね頬を左右対称にシール貼っていったんですけど、全体的に見てみてもう少しね派手にしてもいいんじゃないかなと思ったので、こちらのダイソーで買ったダイヤのシールを眉毛に貼ってみました。はい、ということでこちらでクリスマスのコスプレメイクの完成です。どうですか？めっちゃ可愛くできたんじゃないかなと思います。私ね去年もあのクリスマスメイクあげたんですけど、去年とはまた違って今回はねサンタのトナカイのクリスマスメイクコスプレ感をしてみました。ちょっとねいろいろあってクリスマスイブ当日のあの投稿になってしまったんですけど、もしよければ明日の参考になればなと思います。それから来年。はい、ということでこの動画が少しでも参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますのでそちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。メリークリスマス。良いクリスマスを過ごしてください。